今回は何のためにあるのかよくわからない行列方程式の関係性について見ていこうと思います。このような x1 と x2 に関する連立方程式はベクトルを使って表してあげるとこのように書けます。これを行列の積の形で表してあげればこのように書けます。左辺の行列を a と置いてあげて両辺に左から a の逆行列をかけてあげればこのように書けます。 a の逆行列と a の積は単位行列になるわけですから x1 と x2 の値が求まるというわけですね。今回の計算は n 元の連立方程式にも適用することができるので未知数がたくさんある連立方程式を解く上で非常に便利です。具体例で考えてみるとこのような連立方程式があったときベクトルで書くとこのようになって行列を使えばこのように書けます。 a をこのように設定すれば両辺に左から a の逆行列をかけてあげるとこのようになって行列の計算を行えば10となるのがわかります。この値は実際に連立方程式の解になっていますね。 a の逆行列を簡単に求めれない場合もありますが機械的に処理する方法はあるので今回のところは行列を使えば非常に簡単に連立方程式を解くことができるんだなということを理解しておいてくれれば大丈夫です。